世界には F1 のレギュラードライバーは20人しか存在しません。仮に今後1、2チーム増えたとしても22人から24人しかいないということになります。UNFPA 国連人口基金の発表によると、2022年の全世界の人口は約79億5400万人なので、現在の F1 ドライバーの20人で考えると、実に3億9725万人に1人という計算になります。日本人の2022年の人口が約1億2560万人なので、とにかく角田裕毅がすごいというのだけはわかりますよね。しかし、そんな彼らは F1 のレギュラードライバーになるだけでは決して満足しないのです。予選ではポールポジションを目指し、決勝レースでは表彰台、さらには優勝を目指してレースに挑んでいます。そして見事に優勝することができれば、もうその先にはタイトル獲得しかありません。しかし、現実的にタイトルを目指せるチームは1つか2つ、多くても3つのチームしかないと言えます。昨年ダブルタイトルを獲得したレッドブル、そのレッドブルとタイトル争いを繰り広げたフェラーリ、そして2021年まで圧倒的な強さ、速さで黄金時代を築いていたメルセデスと言えるでしょう。昨年、そのトップ3の6人のドライバーに次いで、ドライバーズランキングで7位を獲得したのがマクラーレンのランド・ノリスです。誰もが認める速さの持ち主のノリスですが、未だに F1 では未勝利が続いています。2022年のドライバーズランキングのノリス以外の上位12人は F1 での優勝経験者なので、ノリスにもその資格があることがわかるでしょう。しかし、ノリスが彼らの仲間入りを果たしたとしても、現在のマクラーレンではその先のタイトル獲得は難しいかもしれません。マクラーレンは名将アンドレアス・ザイドルを失ったので、個人的には今後の彼らがタイトル争いができるほど劇的に強くなるとは思えません。つまり、ノリスはトップ3のチームのシートを手にしない限り、もしかしたら F1 での初優勝、そしてその先のタイトル獲得は難しいかもしれません。現在ノリスはマクラーレンと2025年までの契約を結んでいます。トップ3の契約状況を見ると、レッドブルのマックスは2028年までの超長期契約を結んでおり、チームメイトのペレスは2024年まで、フェラーリのルクレールとサインツはどちらも2024年まで、メルセデスはハミルトンが今年2023年までで、ラッセルの契約期間は不明ながら、おそらくハミルトンの後任として長期での契約を結んでいると思われます。ハミルトンとメルセデスが来年以降の契約を更新するのは確実視されているので、実質ノリスが入り込む余地があるのは、2025年のレッドブルのペレスの後任、フェラーリの2人の後任しかないと言えます。レッドブルは角田裕毅とニック・デフリースをグループ内に抱え、さらに下位カテゴリーには岩佐歩など多くの育成ドライバーを抱えています。そのため、エースのマックスとやり合う可能性のあるノリスを獲得する可能性は極めて低いと思われますが、他チームからペレスを獲得して成功した例があるので、何が起きるかはわからないと言えます。実際、ノリスはレッドブルとの話し合いの場を設けているので、その何かが起きる可能性はゼロではありません。ただ、多くの F1 ドライバーは少なからず他チームと話し合いをしていると思うので、正式発表があるまでは誰にも予想ができないでしょう。そしてメルセデスですが、やはりハミルトンが引退しない限りシートが空くことはないと思うので、ノリスの入り込む余地はほぼないと言えるでしょう。ハミルトンとラッセル、そしてノリスも同じイギリス人なので、イギリスのファンにとっては嬉しい悲鳴ですね。そのため、現実的にノリスが狙えるのは、2025年からのフェラーリのシートではないでしょうか。ノリスは自身の契約についてこう語っています。全員がそうとは限らないが、多くのドライバーは他のチームと話をしようとしている。僕はそうしたくないから長期契約にサインをしたんだ。だからしばらくは何も気にする必要はない。
でも契約の満期が近づくときはいつもできるだけ多くの人と話をして自分の選択肢を検討し、自分にとってより良い選択肢が何であるかを知りたいと思うものだ。数年後、僕が契約満了を迎えるときにまたこの話題が持ち上がると思う。その時が来たら考えるだけだ。ノリスはマクラーレンと2025年までの契約を結んでおり、これまでのマクラーレンの自分に対する支援を考えたら契約を最後まで全うすると思いますが、この先 1,2 年のチーム状況を見てその考えが変わる可能性も十分あり得ます。そのため適切な時期に適切な話があれば違約金が発生することを承知の上で他チームに移籍するかもしれませんね。ではノリスがタイトルを獲得するためにはどのチームに移籍すべきでしょうか。一番魅力的なのは今後も強いと思われるレッドブルだと思いますが、新規格のパワーユニットが導入される2026年以降の彼らのパワーユニットは未知数と言えます。ホンダとのタッグが継続されれば心強いと思いますが、自社製のレッドブルパワートレインズのパワーユニットを使用するとなるとやはり不安がつきまとうでしょう。そこで予想外の不振に見舞われるようなことがあれば、エースのマックスが契約途中で離脱する可能性もあります。そうなればノリスのレッドブル入りの可能性も高くなると思いますが、それは2026年以降、早くても2027年、2028年のことだと思います。その頃にはおそらくハミルトンが引退している可能性もあるので、メルセデスへの移籍も現実味を帯びているでしょう。フェラーリはビノットさんを更迭し、新たにバスールさんを獲得しましたが、今後どうなっていくのか全く未知数と言えます。ただ現在の2人のドライバーはどちらも2024年限りで契約が切れるので、2026年の新レギュレーション導入後の可能性を信じ、1年前の2025年にフェラーリに移籍することもできるでしょう。現在のパワーユニットは2025年まで開発が凍結されています。そのため昨年ランキング5位に沈んだマクラーレンが劇的に戦闘力を上げタイトルを獲得するほど強くなるとは思えません。つまりノリスがタイトル争いができるのは2025年にレッドブルかフェラーリに移籍した場合、もしくはここ 1,2 年でハミルトンが引退した後にメルセデスに移籍した場合で、早ければそれは2024年だと思われます。もしバスール体制になったフェラーリが全く良くならないようであれば、その頃にはフェラーリに嫌気をさしたルクレールも移籍市場に割り込んでくると思われるので、そのフェラーリにノリスが移籍したいと思うかどうか、そしてルクレールとの条件バトルを制することができるかが鍵となりそうです。またその頃にはピアストリなど期待の若手が急成長している可能性も出てくるので、さらに移籍市場は厳しくなってくるかもしれません。そうなるとノリスが行きたいチームに移籍するのも一筋縄ではいかなくなるでしょう。理想的にはマクラーレンにタイトルをもたらしてほしいのですが、現実的に厳しいかもしれません。皆さんはノリスはタイトルを獲得できるドライバーだと思いますか？そうだとしたらいつどのチームに移籍するのがベストだと思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。みんな明日も頑張れ。